えど、金子。ということで、おそらく今年最後の動画になるんじゃないかなと思います。今年は1年ありがとうございました。こんなもうダラダラとした、朝ごはんか夕ごはんか昼ごはんかわかんないものを朝ごはんっていう体で作っているチャンネルなんですけども、来年もね、相変わらず、緩くこちらのチャンネルやっていきますので、よろしくお願いします。ということで、今日も朝ごはんを作っていく。僕はかなり YouTube 見ます。もちろん日本の YouTuber さんたくさん見るんですけど、それと同時に僕海外の YouTuber さんすごい見るんですよ。で、そのジャンルの中で好きなジャンルがあってですね、それがジャングルの中で料理を作るっていうシリーズ、結構海外では流行ってるんですけど、そこのね、動画ね、いつも使ってるね、なんかタレがあるんですよね。で、そのタレがね、こういう石臼っていう、なんかこういう、なんだろう、なんて言うんだろう、この、石臼っていうの？調合する鉢みたいなやつと、この棒みたいなやつで、唐辛子、ニンニク、ライム。なんだろう、ライムなのかな？ライムとか、こう、カボスとか、こういう青い柑橘系。これを、こう、鉢の中に入れて、こう、潰す。で、ちょっと塩を入れる。で、こういうソースを作って、でもな、いろんなものをこう、つけてね、食べるんですよ。どんな味なのかなと思って。ちょっと一回作ってみようかな、ということでね。これ、今日、買ってきました。で、つけるもの、いろいろ考えたんですけど、あ、ちょっと電話かかってきた。考えて考えた結果、こちらかなと。鶏のもも肉。そして、唐揚げ粉。鶏貝のやつね。なんで今日は唐揚げを作っていきたいと思います。ソースを作っていきます。
10分置きます。10分経過しました。テテ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 テ
めちゃくちゃうまい。やば。うま。おるかな。うっす。来たねあんた。今年も残りわずかですね。まあお世話になりました今年は。いやこっちこそですよ本当に、ね、挨拶しなあかんなと思いまして。あ、 ありがとうね。また来年もちょっとアップにすんなあかんぞ。アップにすんなできないんだこれ。できないんだ。新しいカメラでこれ。うん、また買ったの。ちっちゃいでしょこれ。いいでしょこれ。ね、本当に今年はな。お客さんも来てくれて、おーよかった、よかった、よかった、ありがたいですね、本当に、ありがたいな、本当な、本当に、また来年もお付き合いよろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、ということで、視聴者の皆さんもね、一年ありがとうございました、ね、でもこれ上がるの来年かもしれない、来年？来年なのこれ、もしかして、来年かもしれない、来年用にも来年用にも撮っとく、そうだね、来年用にもそうだね、皆さんおめでとうございます、おめでとうございます、ね、始まった、おめでとうございます。ね、また今年1年よろしくお願いします。そうだね、去年もね、いい年でしたね、いい年だったね、うん、いや本当にね、本当に良かったね、みんなのおかげで、うん、まあ、ありがたいです、本当に、ね、はい、ね、またじゃあ皆さん ね魚広場にも来てくださいね、はい、それじゃあバイバイ。うわー、良かった、見切れてました、見切れちゃってました今、あかんかった、はい、向き合い直し、はい、それじゃあみんなね、また来てくださいね、それじゃあバイバイ。おー、いいかな、カメラ鳴らしてきましたよね、なんかね、やだな、やだの、何やってるんですか、爪どんなん、忙しいんだって俺、まあ、めちゃめちゃ、まあ、うわこれめっちゃ忙しいんだ、これ何フグ、サバフグ、すごいね、これね、鍋にな、んかでもこれとこれ色が違うじゃん、色はね、一緒、
個体によって違うんだ。血が回っとるか回っとらんかみたいなね。そうそうそう、なんか、そういう話だね。穴子もいっぱいあるじゃん、これ。穴子いっぱいある。穴子。穴子今開く。忙しいな、あんたも。忙しいんだって、俺今。やることいっぱいある。忙しいんだよ、マジで。あと手伝い来る。いや、ちょっと大丈夫です。僕は、それは、忙しいんで、僕も。